冷え冷え、冷蔵庫マンさん上位冷え冷えどうもこんにちは。冷蔵庫マンです。今日紹介する作品はこれ。4月2日公開ゾッキですね。もうすぐに公開です。視野で見せていただきました。それを今日紹介したいんですが、ネタバレはしません。そしてこれですね。ここの天才、漫画家、大橋ひろさんの幻の初期の作品集。続 続記 A、続記 B という漫画があるんですがそれを原作として3人の監督竹中直人さん、山田孝之さん、斎藤工さんが共同監督しまして1本の映画にしましたもちろんそれぞれ1人ずつエピソードを監督しまあ、共同で監督したシーンもあるというどんなになるのかなと思って見てみました 見たらねこの原作を持ってる奇妙な世界なのかな,なんかね不思議で奇妙でなんかおかしくて面白いんですね見どころ3つちょっとピックアップして紹介したいと思います。 冒頭いきなり吉岡里帆演じる前島良子という女性が目が覚めて部屋を出て朝飯を食べるんですがまあその顔がねまずね起きたばっかりでまあ何かをやりだすみたいな顔じゃなくてまだまだだっとしてるんですねその顔で朝食をこう見て食べ始めるというその顔がうわこれいい顔してんなと。 なんか吉岡里帆さん一川とか二川もなんか泣く子はいねえがでもねあこういう顔するんだなと思ってそしたら今回もね何でもないもう起きたて目覚めたばっかりの顔がねまたいいんですよ。 そしてその横の表が見える廊下でこの椅子に座ってるおじいちゃんと話してるんですがそのおじいちゃんがね石坂浩二さんその会話がまたねおかしくておかしいっていうかなんか奇妙なんですねあでもこの感じこのトーンが映画のトーンじゃないかなと思いましたねいやこの映画もしかして面白いかももうそっからもうね心持ってかれちゃいました もう見どころ1つ目冒頭の吉岡里帆の顔がすごい見どころ2つ目竹中直人さん山田孝之さん斎藤工さんそれぞれが監督したエピソードがあってまあ3人一緒のあれもあるんですがそれを見てあなんかオムニバスを見る感じかなと思ったんですがまあそれぞれの作品を見てある瞬間にあこれこういう仕掛けがあるんだと。 で、見終わったら1本の映画を見てる感覚になったんですねもうまあ3つがぐッとまとまるっていうそういうんではなくてなんか素敵な仕掛けでね最後あ,あなんか素敵な1本の作品を見たなっていう感覚に陥りましたあストーリー説明はしません ただですね、エピソードがいっぱいあってそしていろんな仕掛けもあるんですがそれもあんまり話さない方がいいですその仕掛けに気づいた時にああ素敵だなと思うんでこの映画3人の観測のエピソードがバラバラなんですが一つの映画のようにずしんときましたそして見どころ3つ目ですこの映画、 なんか全体的にコメディとまではいかないんですけどなんか奇妙で不思議な世界でおかしいんですよそれが面白くて見ているとなんか切なくなってずしんとくるんですねそれがねどのエピソードもそういうふうに思いましたそして最後に「うわーなんかいいなーこれ」みたいな感じで。 僕は見終わりましたね。そんな感じの魅力がある映画です。僕のお気に入りのエピソードなんですが、マキタとバン君の嘘から始まった友情の物語があるんですね、えー、高校生の牧田君、まあ、いじめられてる。牧田君を森優作さんという。まあ、結構いろんな作品出てる。まあめちゃめちゃうまいんですよ。これではもうワンエピソードの主役が出てる。牧田君。 そしてバン君役が、ね、漫才師の九条城さんですかね映画出演は本作初めてなんですけどねめちゃめちゃいいです本当にいいかあこれバン君九条城さんいやいろんなテレビとか映画で。 パリこの2人の嘘から始まった友情の青春映画最高ですこれめっちゃ見てほしいですね他のエピソードもすごい素敵なんですねそれがいろんな仕掛けが施されてそれを発見するために嬉しくてそして気が付いたら一本の作品としてたっぷり楽しんでいました4月2日公開よろしかったら映画館で これからもいろんな作品紹介します。いいね。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンでした。ひえひえ